イザヤ書第六十二章。シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために黙り込まない。その儀が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。その時、国々はあなたの儀を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは、主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。 あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王のかぶり物となる。あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは、私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が、 若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も、彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、 この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない。主は右の手と力強い腕によって誓われた。私は再びあなたの穀物をあなたの敵に食物として与えない。あなたの老子で作った新しい葡萄酒を外国人に決して飲ませない。取り入れをした者がそれを食べて主を褒めたたえ、葡萄を取り集めた者が私の聖女の庭でそれを飲む。 通れ、通れ、縄文を、この民の道を整え、盛り上げ、土を盛り上げ、王子を作れ、石を取り除いて、国々の民の上に旗をあげよ。みよ、主は地の果てまで聞こえるように仰せられた。シオンの娘に言え、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にあると。 彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは尋ね求められる者、見捨てられない町と呼ばれる。